河野敏一は、日本の映画監督。主に時代劇の監督として活躍。代表作に、新選組期待長、高岩の若武者、小田信長、風雲寺、小田信長などがある。広島県朝組安古市町出身。日本大学芸術学部映画科卒業後、新興キネマ、大泉撮影所女監督部に入社。大英東京撮影所を経て、 1947年に、東横映画に入社。松田貞治に指示し、助監督を経て1953年に、アチャコ円達ちゃんばら手帳で監督に昇進。1964年2月1日に、東映京都テレビプロダクションが設立されて、テレビに転校するまでに43本の映画を手掛けた。テレビ界に転じてからは、映画時代も多くコンビを組んでいた脚本の結束心。 二とのコンビで、新選組ケプーロクや、萌え予見などの名作時代劇を世に送り出した。ほとんどの作品が結束とのコンビなのが特徴である。酒好きが災いして、糖尿病を患い、亡くなるまでの4年間は、投石をするほどであった。1984年12月30日、心不全で死去。満63歳没。ありがとうございます。